アメリカバイソンは、牛かバイソン属に分類される牛、別名アメリカ野牛。特に、アメリカ合衆国やカナダの一部では一般に、バッファローとも呼ばれるが、これは誤賞とする意見もある。形態上や分布上のサイトの理由から2種に分ける、説がある一方で、生態が異なるのみとして、種を認めない説もある。分類は、和名和に従う、サスバイソンの復元を目指して、 野生に放たれたヨーロッパバイソンとのハイブリッドを新アッシュバイソンボナッス、モンタノスとするべきだという意見もある。牛科の動物は自然界においても別種同士で繰り返し交配してハイブリッドを生み出してきた経緯があり、各種の遺伝上の系統や関係を明瞭にすることが困難になっている。アメリカバイソンはステップバイソンの一部が役と交配した子孫が一度北米に到達し、 おそらく第二波のステップバイソンの北米への流入を経て、ジャイアントバイソンや昔バイソン等の大型種へと発展した後に小型化して生き残った子孫であると考えられる。一方、ヨーロッパバイソンは北米に流入したステップバイソンの子孫がユーラシア大陸に復帰した後にメスのオーロックスたちとの間に成したハイブリッド、ヒックスバイソンの子孫であるとされる。アメリカ合衆国。 カナダ、メキシコ、以前はアラスカからカナダ西部、アメリカ合衆国からメキシコ湾沿岸を含むメキシコ北部にかけて分布していたワイオミング州のイエローストーン国立公園とノースウェストン州のウッドバッファロー国立公園を除いて野生個体群は絶滅し各地で再導入が行われている2009年には シワ州のジャノス生物圏保護区に再導入され、同種がメキシコに復活した。2006年からは、森林バイソンが、ロシア連邦、サハ共和国にステップバイソン、または、他ノコ大種の代用として、再導入されている。草を食べるアメリカバイソン格子湾曲した角があり、最大拡張61センチメートル、幅90センチメートルに達する。小型化が著しく、 過去4万年で37から50%も小型化したとされるが、北方における最長、最重の原生陸上哺乳類であり、体長オス3から4メートル、メス2.13から3.18メートル、体高オス167から186センチメートル、または201センチメートル、または1179キログラム、メス318から545キログラム、 野生下では1 2 7 0ラム、飼育下では1 7 2 4ラムに達した記録も存在する。メスよりもオスの方が大型になる。剣部は盛り上がり、オスでは特に著しい。成獣は頭部や剣部、全種が長く縮れた体毛で覆われる。森林バイソンと平原バイソンの間には、形態上の異が見られ、森林バイソンの方が平原バイソンやヨーロッパバイソンよりも、 ステップバイソンにより近い体育をしている。なお、ヨーロッパバイソンの方が平均して脚部が長いが、同年代の個体を比較した際には、ヨーロッパバイソンの体抗は、平原バイソンと似た数値を持ち、同年代同士の比較では、体長は全体的にアメリカバイソンの方が大きくなるが、ヨーロッパバイソンの最大級の個体も森林バイソンの大型個体に匹敵する体抗と体長を持ち、 対抗は2 1 0トルに達するとする記録もある。なお、アメリカバイソンの方が、暴ら骨の数が、ヨーロッパバイソンよりも一組多い。アメリカバイソンにおいては、森林バイソンの方が平均して大型でより脚部が長くなるが、尻尾は若干、平原バイソンよりも短い。森林バイソンの対抗の最高到達点が、前足よりも前方なのに対して、平原バイソンの方は、 前足の真上に位置しており、核心も森林バイソンの方が大きい。毛皮は、胴体は、森林バイソンの方が黒く毛量も多いが、頭部は、平原バイソンの方が毛量があり、顎下の毛と前足の毛は平均して、平原バイソンの方が多い。また、胴体部の毛並みの明瞭度も平原バイソンの方が、よりはっきりしている。なお、アルビの白変種、白編集。 家畜との混血が混同した、などの可能性が挙げられる白い個体も確認されている。走るアメリカバイソン層を食べるバイソンと、アメリカアカシカカドを付き合わせるバイソンと、アカシカ植生は、植物食で、草本やこの葉、目、小枝、樹皮、苔、ベリー、チー類、キノコ、ドングリなどを食べる、草原、森林に生息する、以前は季節により、 南北へ大規模な移動を行っていた。メスと幼獣からなる群れを形成する。オスがこの群れに合流するが、これらが合流して大規模な群れを形成することもある。繁殖形態は体制。6から9月に交尾を行う。妊娠期間は285日。4から5月に1回に1頭の幼獣を出産する。オスは生後3年。メスは生後2から3年で生成熟する。 森林に生息するバイソンと平原に生息するバイソンの形態上の際からも平原バイソンは他よりも足が短く背が低い一方で時速 65km の速度に達し垂直高位置 8m ものジャンプを可能とし 8km の距離を走り続けられるより優れた脚力と持久力を持つ より体重が軽いヨーロッパバイソンは、助走なしで、幅3メートルや垂直高2メートルのジャンプを可能とする。泳ぎも得意なだけでなく、川も突進したまま横切ることもできる。尻尾の動きに感情が表現され、威嚇として尻尾を持ち上げる。視力も優れ、大きなものであれば1キロメートル先から、動くものであれば2キロメートル先から判別できる。オス同士では、 糞尿の上を転げ回り、臭いをまとわりつかせて、威嚇したり、突進して、核を突き合わせる通して、激しく争う。角だけでなく頭部そのものをも、突撃の武器とする。バイソン同士だけでなく、他の大型銃、例えばアカシカや、シーク下ではシロサイなどと交戦しか見手を取ることもある。バイソンは捕食者の襲撃に対して立ち向かう割合が、多い傾向にある。また、 人間による銃撃にも驚かないことが、あだとなり、格好の獲物となってしまうこともある。開拓時代のバイソンの大量虐殺の一因がこの、修正とされている。自然界では、通常の成獣であれば、単独の捕食者に捕食されることはない。赤ん坊のバイソンが、単独の狼を撃退することもあるし、単独や群れの雇用でもバイソンの赤ん坊を攻撃することはあるが、 通常は捕食には至らない。一方、メスや幼獣、老齢個体、病気、負傷、遭難、陶器に衰弱した個体は、大陸オオカミやピューマやヒグマやコヨーテに捕食されることもあるが、カキのようにオオカミの群れやヒグマが単独のバイソンと遭遇しても避けることも少なくない。ため、同一の環境に生息していても、バイソンの死骸を利用することはあっても、特に陶器から、 早春以外の幼獣以外の捕食は極めて珍しい。バイソンを最も襲う捕食者は群れを作る狼だが、捕食はほとんど冬季から早春に限られる。これは冬にアメリカアカシカ、ワピチが季節移動を行い数が減ることと、食料の少なさや不詳などから弱ったバイソン、特にメスや子供が増えるためとされている。しかし、バイソンの存在に慣れた群れでないと、 さらに捕食の頻度は下がり、ワピチよりもバイソンが豊富な状況でもバイソンを避けることも少なくない。狼はバイソンに一直線に突撃し、バイソンが逃げれば襲撃を続けるが、バイソンが逃げる姿勢を見せないとすぐに諦める。このような襲撃に対し、たとえ単独のバイソンでもかなりの割合で逃げない。統計的に赤カシュカを仕留めるのに2から6頭の群れを要する。 狼だが、バイソンに対しては、その3倍の頭数を要するとされる。ヒグマは、ほとんどの場合は子供を狙うため、大人のバイソンを襲撃した記録は少ない。ほとんどの場合、ヒグマがバイソンに近づいても諦めて撤退したり、バイソンの突進からヒグマが逃走している。また、バイソンに殺されたと思われるヒグマの死骸が発見されたり、配送するヒグマをバイソンが追走して殺したという。 観察記録もある。捕食ではないが、群れから離れた若い成獣のバイソンが、小連れのメスのヒグマに襲撃され長時間の戦闘を行ったことがある。最初の奇襲で、バイソンが丘を転げ落ちた際に木に衝突して、後ろ足を骨折したことが原因でヒグマを撃退できなかったが、ヒグマが幾度も退避しては、奇襲を繰り返して何度ものど元に噛みついたが叶わず、最終的には逃走した。 このバイソンが負傷のためか、道路上に座り込んだため、パークレンジャーが安楽死させた。後日、県のヒグマの親子が戻ってきて、死骸を食べた。若いバイソンが高速道路上で、ヒグマの成獣に追跡されて逃げている観察記録もあるが、このバイソンはイエローストーンの熱線による重度の火傷を負っていた。このバイソンはヒグマを振り切ったが、後日パークレンジャーがバイソンを安楽死させた。 1870年代中期の写真。肥料にするためのアメリカンバイソンの頭骨の山、米国でアメリカバイソンの頭像が入った。最初の切手は1898年に発行された。インディアンがバイソンを狩猟するアメリカバイソンとブラックバックのムレイエローストーン国立公園でよく見られる。車両渋滞ネーティブアメリカンは、食用都市、毛皮は服、靴、テントなど、 骨は矢印に利用された。彼らは弓や群れを崖から追い落とすなど伝統的な手法によりバイソンの狩猟を行っていた。特に数族など平原インディアンは農耕文化を持たず一食獣のすべてをバイソンに依存していた。17世紀に白人が北アメリカ大陸に移入を開始すると食用や比較用の狩猟を、農業や牧畜を妨害する害獣として駆除されるようになった。 18世紀に白人による主に比較を目的とする猟銃を使った狩猟が行われるようになるとバイソンの生息数は狩猟圧で急激に減少する。1830年代以降は商業的な乱獲により大平原の個体も壊滅的な状態となり、1860年代以降は大陸横断鉄道の不設により肉や毛皮の大規模輸送も可能となり、 列車から銃によって狩猟するツアーが模様されるなど、娯楽としての乱獲も行われるようになった。当時のアメリカ政府は、ネイティブアメリカンへの飢餓作戦のため、彼らの主要な食料であったアメリカバイソンを保護せずむしろ積極的に殺していき、多くのバイソンが単に射殺されたまま利用されず、放置された。この作戦のため、白人支配に抵抗していたネイティブアメリカン諸部族は、 食料源を失い、徐々に飢えていった。彼らはアメリカ政府の配給する食料に頼る生活を受け入れざるを得なくなり、これまで抵抗していた白人の行政機構に組み入れられていった。狩猟ができなくなり、不慣れな農耕に従事せざるを得なくなった彼らの伝統文化は破壊された。バイソン駆除の背景には、牛の放牧地を増やす目的もあったとされ、バイソンが姿を消すと牛の数は、 急速に増えていった。1860年代以降は保護しようとする動きが始まるが、開拓期の混乱が継続していたこと、ネイティブアメリカンへの食料供給の阻止、カリュードや、比較業者の生活保障などの理由から大きな動きとはならなかった。19世紀末から20世紀に入ると、フロンティアの消滅に伴い保護の動きが強くなり、イエローストーン国立公園などの国立公園、 保護区が設置され、1905年にアメリカバイソン協会が発足された。白人が移入する以前の生息数は約6000万頭だったと推定されている。1890年には1000頭未満まで激減した。1970年には1万5000から3 0 0 0頭等まで増加した。アッシュ、森林バイソンはワシントン条約付属書2に掲載されている。 2016年にはアメリカ合衆国の国獣になった。なお、現在生存している個体の大半は、家畜の牛との根結であり、純粋な血統は、わずかな個体群が保持している。飼育下において意図的に交配させられて生まれた。ハイブリッドは、ビーファロー、またはキャタローと呼称される。これに対し、ヨーロッパバイソンと家畜のハイブリッドは、ズブロンと呼称される。日本では、 バイソン族単位で特定動物に指定されている。白亜紀に生息した恐竜のスピノサウルスやオーラノサウルスは背中の突起は一般的なイメージとして保が認識されているが、それ以外の有力な仮説として筋肉の隆起という説もある。この仮説の根拠の基盤の一つとなったのがバイソン族、特にアメリカバイソンや先祖であるジャイアントバイソンの骨格とされている。 ありがとうございます。